湯の滝月見橋は札幌市の豊平川に架かる橋、上山系温泉中心部にあり、主導上山系中央線の橋となっている。橋の中央部が両側に張り出しており、それぞれに上山系温泉のマスコットになっている、河童の像が設置されている。1871年に上山系最初の橋として架けられ、上山坊によって海春橋と名付けられた。 北海道石狩州札幌府南上山系温泉神経の図によると当時の海春橋は欄干のない簡素な目標であった1873年には洪水で橋が流されてしまい1886年に北海道町が阿ブタ道路を改修した際に再び橋が架けられ月見橋と解消した1905年には当時の温泉旅館3軒が それぞれ300円、五両局が200円の費用を負担して古びた橋を架け替えた。1952年、当時の豊平町が、鉄筋コンクリートのアーチ橋に架け替えた。なお、工事期間中に、人道仮橋として架けられた吊り橋は、月見橋完成後に豊平川上流の二見公園に移設され、二見吊り橋として、上山系観光の名所の一つとなっている。 月見橋は、温泉街で唯一車が通れる橋であり、後に、歩道橋も添加されたが、境外化、老朽化が進み1978年に豊平川、下流約500メートル地点に、上山系大橋が架けられた。1983年、主道上山系中央線の道路景観事業の一環として新たな橋に架け替えられた。国道230号から入ると、 見返り坂となり、石畳が敷かれている。坂は温泉熱を利用して、ロードヒーティングされている。坂から月見橋への曲がり角には、人工滝の湯の滝がある。月見橋周辺は、高山橋周辺と並べ線、源の地となっており、川床には、温泉水を引くパイプが張り巡らされて至るところから、湯気が立っている。2005年には、 月見橋のたもとに足湯などを備えた、上山源泉公園がオープンした。ありがとうございます。